はい、おはようございます。五郎でございます。11月30日水曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。ちょっと上海の自宅が1階なんですけど、2階でなんか今工事をやってまして、ちょっとお聞き苦しいかとは思いますけれども、すいません、お許しくださいということでね。上海はなんかね、意外と工事多いんですよね、ということで、中国あるあるな朝でございますけれども、今朝の一言を始めていきたいと思います。稲盛和夫さんの一日一元より、ピックアップしていきたいと思います。今朝の一言は極楽と地獄ということで、解説文を読んでいきたいと思います。修行僧が老子に地獄とはどんなところかと尋ねた。老子は答えた。地獄には大きな釜にうどんが煮えている。食べるには長さ1メートルもある長い箸を使うしかない。そのため、うどんをつかむことはできても口に入れることができない。みんな自分が真っ先に食べようと狂ったようになり、しまいにはうどんは飛び散ってしまい、誰も食べることはできない。修行僧は、それでは極楽とはどんなところかと尋ねた。老子は答えた。実は極楽も同じようになっている。ただ、人々はうどんを長い箸でつまむと、釜の向こう側にいる人に、どうぞお先に召し上がってくださいと勧める。相手はありがたく受け、ごちそうさまでした。今度はあなたがどうぞ、とうどんを勧め、全員がおいしいうどんを食べることができる。我々の人生においても、自分のことのみを考えるのか、それともお互いに思いやりを持って接するかによって、極楽にも地獄にもなり得るのだ。はい、ということなんですけどもね、いつもより今朝の一言の解説文が長かったんですけど、今日、いつもいいんですけど、今日のはね、なるほどなと思ったんで、これ現実世界にもね、本当にこういうこと起こり得るというか、僕もお恥ずかしながら、50を超えるか超えないかぐらいに、人生の意味というかね、人生うまくいかせるにはこういう考え方必要だなっていうのを身に染めて分かったことがありまして、腹落ちしたんですけど、まさに今回の極楽とね、地獄のような話で、こういう人でもいますよね。多くは地獄寄りで、自分の欲を満たす方に行きがちでありますけど、10人に1人か2人ぐらいはいますね。僕のバスケ友達の中でも、もう自分のことというは置いといて、もう本当なんかね、みんなのために、なんか動いてる。本人意識してやってんのか、多分無意識なんでしょうね、ああいう人はね。いますんで、ああいう人はきっと極楽に行くんだなって思いますけど。そうそう。なので、やっぱこれはね、今日の話はちょっと分かってはいるものの、なかなかこれ本当できない。できない。で、まして今ね、コロナ禍でいろいろみんな大変なんで、結構、なんつうの？イライラしちゃったりとかね、とかく自分を優先しがちではありますけども、こんな時だからこそ、この極楽と地獄の話を思い出すといいんじゃないかなと。そうするとね、幸せな世界が作れるんじゃないかなと思いましたので、今日からね、今から、この気持ちっていうかね、こういう心持ちを大事にしていこうと思った頃でございます。ということで、11月最終日、今日も頑張ってまいりましょう。